瀬戸線は1905年に瀬戸市道鉄道として瀬戸柳駅間が開業した。開業目的としては瀬戸の名産物瀬戸焼きを運ぶための貨物輸送をするために開業した。瀬戸線の設計はカーブが多かったりトンネルが狭くガントレットトンネルを採用したりと面白い技術を取り入れている。旅客での営業は開業当時は非電化だったためセルフレシピ蒸気動車という車両を運行して営業していた。この車両日本初の自動車だったという。産業投入され各車両ごとに A、B、C、O と表示運転していた。しかしこの車両に欠点が見つかってしまった。それによってこの車両の運命が決まってしまったのだ。セルポレ式蒸気動車 A、B、C 号はどうなってしまうのか。結果、翌年には大曽根駅まで開業したものの社名が瀬戸市道鉄道から瀬戸電気鉄道へと変わり、1907年には電化された。そしてセルポレ式蒸気動車は北山駅東側にあった火力発電所が設置される1910年まで使用された。電化された後は電車が走り立ち止まることなく走っていた。しかし中央線が未だに開通していなかったために本来の目的が未だにできていないという実態。さらに並行して名古屋都心部への乗り入れをする必要があった。名古屋都心部へ乗り入れるため名古屋城の外堀を通り大曽根駅から堀川駅までに至る路線である。これにより瀬戸線は名古屋城のお堀を通る電車としてお堀電車とも呼ばれるようになった。瀬戸の焼き物を船で運ぼうという計画だ。1911年5月23日に大曽根土井下間が開業。また土井下堀川駅間は線路用地がなく名古屋城のお堀に建設したという条件のため狭い橋の部分に作られたガントレットトンネルやお堀の自動車のサンシャインカーブといった珍しい構造がある。さらに4月9日には中央線大曽根駅が開業し堀川で船を使って水運へ、大曽根で中央線を使って陸路へとつながり瀬戸線の貨物輸送は急速な発展を遂げた。瀬戸電気鉄道は開業当時延伸計画を立てていた。まずは今紹介した名古屋城の外堀を通る外堀線、大曽根駅から小牧方面に向かう小牧線、小畑駅から湯泉寺までを結ぶ湯泉寺線、瀬戸から信濃地区を結ぶ信濃線、また瀬戸市内の路線も計画されていた。特許申請をし小牧線は不許可だったもののそれ以外の路線は取得したが1916年に失効した。ああ、なんとももったいない。1921年4月13日、軌道法による軌道から地方鉄道法による鉄道に変更された。そのため停留所を整理し29駅にした。さらに瀬戸線は複線化され、1929年12月には全線が複線になった。複線化されたことで輸送力が増強され、貨物輸送での収入が大きかったため瀬戸線の収入は大きかった。だがそんないいことは長く続かなかった。国鉄バスや民営バスなどのバス路線の拡張や世界恐慌によって業績が急速に悪化。そして日中戦争の長期化によって鉄道輸送統制強化の制定強制指導が行われた結果、1935年に明治鉄道と愛知電気鉄道が合併、名古屋鉄道が発足したことで1939年に瀬戸電気鉄道は名古屋鉄道と合併瀬戸線になる。次回は名鉄合併後の
瀬戸線から大堀電車廃線までを流していきたいと思います。